このロープウェイは五条から渡る我が国唯一のものとして昭和35年に開業し、全長723メートル、所要時間約2分、運行速度は秒速5メートル、時速ですると18キロ、定員は49名です。左手にご覧いただけます。名山緑に覆われた館山には地名の由来となっております曹洞宗観山寺がございます。緑の屋根が観山寺です。観山寺の上には高さ約16メートルの観音様が観山寺の上に観音様をご覧いただけます。この山には眼病に良いと言われる阿賀大師や縁結びのお地蔵様も立っており、一周約40分の散歩をお楽しみいただけます。まもなく2人前の登場いたします。到着の地点が遊園地と大草山を結ぶロープの中間です。この辺りの5メートルの高さは約10メートル、水深は5メートルから1メートルです。大草山山頂には浜名湖オルゴールミュージアムがございます。1階には体験工房を楽しめるオルゴールショップ、2階3階では歴史的なコレクションや美しい音色を奏でるオルゴールの実演が行われています。恋人の聖地として認定された屋上展望台からは復興整備が行われている地方などの目様道中で有名な細山町並みを眺めます。西側には日本の海の近くの透明高速道路や空港に見込まれた宮古の花が最近に入れられております。また、毎日町のみは、太陽の気持ちになります。その日の到着です。この最初の建物がオルゴールミュージアムです。に関さんからがおめでとうございました。オルゴールミュージアムで一番上が展望台になっております。あと15分後の、10時ちょうどに展望台にて太陽が自動演奏が始まりますので、よろしかったらどうぞ階段のエレベーターでお出かけください。早速目に当たる前でございます。ご注意ください。当たります。はい、失礼いたしました。お奥チケットをお待ちのお客様、お帰りの際にも改札口に体験いたします。お失くしになりませんようお願いいたします。なおゴンドラ停車後も入れております。どうぞお足元お気をつけておりくださいませ。ありがとうございます。Thank you.
これより大草山を後にいたしまして、空中を遊園地へと向かってまいります。進行方向左手には音楽と花の町浜松、正面遠く南には国道1号線、黒潮を流れる遠州灘が広がっております。足元に開けております浜名湖は、その昔大奈良ぼっちという伝説上の巨人が手をついてできたという言い伝えがあり、左手を広げたような形をしています。日本のほぼ真ん中に位置し、周囲は約114キロで、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで周囲では3番目、面積では10番目に数えられている湖です。室町時代の大きな地震により、浜名湖内に遠州灘の海水が流れ込んでできた珍しい汽水湖で、タイ、ハゼ、キスなど約700種類の魚介類が生息しています。浜名湖では明治20年から牡蠣の養殖が行われ、年3回浜名湖内を移植して育てられております。ここ岩山寺温泉は昭和33年に改装され、現在では療養泉として認められた天然温泉に生まれ変わりました。春は桜やツツジの花で美観を添え、夏は遠浅の三人地は海水浴場としてにぎわい、秋は沈む夕日の美しさ、冬は温泉と四季を通しての紅白です。正面に見えてまいりました遊園地浜名湖パルパルは、お子様から大人の方までが楽しめるファミリータウンです。本日は三山寺ロープウェイにご乗車いただき誠にありがとうございました。